久しぶりだね、ちゃん。そうだ、昨日もあったじゃん。まあまあな頻度で会ってるよ。そうか、うん、そう、まあ言われてみればそうだ。そうね、まあでも夫婦として会ったのは、うん、だいぶ久々か。だろ、あんちゃんだろ、魚拓。魚拓帰る？いいよ、いいよ、魚拓でいいよ。いや、全然それだって俺前回増やしてもらったから。そうだよ、ありがとうな。まあまあ増やしたよね。どうする今日？いや、今日は増やしてもらいたいのよ。あ、いい、俺出すよ、俺出すよ。俺が出すちょっと味しめてる。人の金だとこいつ出すなとか思ってる。そう、男のためになんかっていうのが得意じゃん。なんてダメな男に、うん、一生懸命 なってあげる。得意じゃん、今までの人生もそうだろ。なあ、だいたいそういう感じだろ、まあ、まあ間違ってはない。何かをこうしてもらうよりも、うん、私がしてあげる方が多かった。そう、ね、払いのが多かったろ、もらいよりも。そうね、うん、だよな。だからまあまあ、うん、だからそっちが埋めてる。いや、だからといって、うん、俺までもらって申し訳ないから、うん、もらいっぱなしは今日はお返します。ありがとうございます。なんなら俺もう1000円打ったし。そうなんだよ。あのね、魚拓は自由だね、本当に。もうちょっと試し打ちしたからね。試し打ち、たぶんこれ今日むちゃくちゃ勝つ。本当に、はい、あのパスをしたあえてパチンコしました、新エヴァ、うん、むちゃくちゃ信じるよ、大丈夫。もう あれはもう負けようがない。本当かな、負けようがない。もうずっと右打ちしても勝てる。それはないと思うんだよ。ぐらい大丈夫、はい、なんかしてもらったことあるの？してもらったこと、いや、ありますよ。あんまないでしょ、正直言ってる。いや、正直言ってる。いや、すごくしてもらうことあるのね。ただしてもらう人よりもやっぱしてあげたい人の方が自分が好きになる傾向は多い。お前何してもらったことあるんだよ。なんでその辺のペンペンコさんとかだろ。なんだよ。その無償の水のしっこかかった草とかじゃないから。食べ残しいいよ、あげるよ。なんで、いやだから、人生で初めて、多分今日男性に何か本当してもらえる。そうそう、一番今日もらいが多いはず。分かった、今後も含めて。今後も含めて。それはだから今日が多分一番のはず。本当、いや、今後も含めたらちょっとやだな。いや、しょうがないよ、そういう人生。そのくらい、あんちゃん、あんちゃん、そういう、定め。定め。分かった、じゃあ今日はしっかり3万発ぐらいいっちゃうかな。3万発なんだ。生涯エッチで3万発はちょっと微妙じゃない。あんちゃん、新エヴァ打つの？新エヴァは全然打たない。打ったことある？あります。俺は何にしました？先読みをチャンス、うん、あと、次回予告入れてみて。じゃあ同じにするか。次回予告入れて、先読みチャンス入れて。あれ、カオルカスタムになってる。なんでカオルが入ってたのかな。やば、でもな、ごめん、バカなんて。いいよ、あんちゃんのお金が好きに言って。え、じゃあ、なんか入ってた。大丈夫、オフになりました。お願いします、お金欲しい。なんか嫌だな。なんで？お金欲しいっていう直接的な、なんかそういうの嫌だな。何がいい？優しさが欲しいとか、ぬくもりが欲しい。あ、ぬくもり、懐のぬくもりが。いや、そういうの嫌だ。この番組3回目なんだけど、はい、初めてだから自分のお金出すの。前回誰だったの？前回はしんくん、梅谷しんくんです。ああ、何言ったの？バルブレイブ、バルブレイブ好き同士なんで。出た？出なかった。出なかったね。2人とも上位行ったんだけど、うん、どっちもそんな続かなくて、バルブレイブにしては大怪我しなかったけど、大きく勝つこともできずだった。ダサ。
いいじゃねえか、たまには。そういうもんなんだよ、バルブレイブ。たまにはってなんで、お前じゃあなんで、まんま何回出したことあるんだよ。まんま何回だろう。バルブレイブで、バルブレイブ、バルブレイブはね、たぶん2回ぐらいしかない。バルブレイブいつもまんま手前で終わっちゃうんだよね。え、やだよ、バルブレイブ代を稼いでくださいとか、やだよ。いや、バルブレイブに消えるわけじゃないよ。何にお金が消えていくの、私は。グレイのひさし。はい、何？グレイのひさし。グレイのひさしに消えていくの、よくわかんねえ。何、口座に入れてんの？口座に入れたいぐらいなんだけど、あの、普通にライブに行ったりとか。いや、ライブって今いくら、幸せ？いや、1万円ちょっと。そんなすんの、うん、今ね、あのコロナで、今はまたちょっと復活したけど、客席数をすごい減らしたりとか、本来の会場に対してね、キャパを減らしたりとか、あと人員も大きく割いて、あの温度チェックしたりとかあったから、それからね、全体的に上がったんですよ。あとやっぱり、あ、それは行く回数減らした方がいいんじゃない、そんな高いんだったら。そこは削れないよ。高いよ。その辺のスナックだったら 2,3 時間いても4000円ぐらいだぞ。その辺のスナック好きだね。いや、 だけどそれ、まあ、チケット1万1000円だって、そんなの毎日あるわけじゃないでしょ。まあね、季節に1回ぐらいでしょ。季節に1回ツアーとかがあって、で全部行くの。取れるならば全部行く。うわ、ただね、でもおかげさまで今お仕事も忙しくて優先してるから、すごくこの2年くらいは回数減らしてんの。どれぐらい、それで。じゃあ2023年何回行ったの。2023年は全然行ってないよ、多分4回くらい。あ、それは全然行ってないっていう。私2021年2年、60回行ってたライブ。うちぐらいが30回行かないぐらいかな。そんなに30回ライブに行くの。ツアーがアリーナとかだと20公演とかあるんで、3ヶ月とかかけて、でそれを行って、でなおかつそれも曲一緒なわけでしょ。まあなんか2日間その地方で公演したら、まあ、2日でちょっとだけ曲変わったりとか、でもそれを大体各こうエリアで、地域で、地方でやる感じ。まあまあ分かってよ。いや、分かんねえよ俺。その、なんていうの、誰かをそうやってファンとか熱烈になったことない。異性はないね。応援してんの、それは。 見守ってんの。いや、私がもらってる。いや、はい。私がもらってる。あ、もらってる、うん、もらってる気分になるってこと。じゃあいいじゃん、今日あげなくて。もらってんだったら。いや、だから、え、何、ひさしくんからしかもらえないものもあるけど、魚宅からしかもらえないものもあるの。そう、お金だろ。舐めてんのか、お前。あー、先読み入ってる、先読み入ってる。ここ。お願い、お願い。次回予告はないけれど、先読み入りましょう。先読みチャンスにします。さあ、投資3000円。これ先読み入ってるから結構熱い。いや、何もなく終わることはないんじゃない、うん、いや、マジで普通はこれ何もいかずに終わるんだけど。赤ボタン、ほら、いった。希望のやり、金だよ、金。え、ちょっと待って待って待って、本当に当たる。ほら、いや、めっちゃ熱いよこれ。嘘、うわ、確か8割ぐらいじゃん。え、7割8割ある。ワクワク。いや、なんか俺そのひさしにもらって魚宅には魚宅のみたいなの言うて嫌だな俺。 お金しかねえじゃんお前。ひさしなんか。そんなことない。いやいや、嫌だよ俺。そんなことないよ。なあ、魚宅の優しさとか。俺、ちょ、旦那だよ。分かってるよ。ねえ、俺そんな、俺、え、魚宅の先読み大当たりが欲しい。いやいや、ちょ、待って待って待って。ねえ、これ赤ちゃんサップです。
ほい。で、なんかさ三角形あたりです。そうだよね。今一回。白白。いや、でも足りてるだろう。お願い。ボタン準備中。レバーじゃなくてボタン。通常ボタン。あ。予託。あちゃー、そりゃそうだよね。なんだよ。そりゃそうだよ。期待しちゃった。魚拓には魚拓のみたいな、それお金だもん。そんなことない、そんなことない。でも60回さ、金なくなるな、確かに。だからツアーがあるなっていう時までに、そう、そうだよ、だって地方、そう、交通費とかもあるわけでしょ、宿泊費とか、うん、え、そもそも、うん、そのチケットなんでそんな取れんの、グレーって取れないんじゃない、取れない、ほんと取れない、すごい頑張ってる。ファンクラブもちろん入ってるし、ファンクラブ、モバイルファンクラブっていうのもある。ファンクラブが2種類あるの、ね、はい、もちろん両方入ってるし、あ、グレイのアプリに入っ月額課金して入ってるとなんか取れるよとかもいろいろあって、その全部取れる術は全部抑えてて、そういうもろもろ含めたサブスク月にいくらぐらいか。あ、でもね、グレイ自体はそんなにはかかってないよ。グレイ自体はって何、他なんかサブスクすごい入るのね。音楽のもそうだし。何教えて入ってる。アマプラ。アマプラ。ネットフリックス。ネットフリックス。ユーネクスト。ユーネクスト。フルー。フルー。FOD プレミアム。はい。FOD ってアフジか。そうそうそう。うん、あとはディアニー。ディアニー。ディズニープラス。で、あのアップルミュージックとかも入ってるし、あれはスポティファイ。スポティファイは入ってない、アップルミュージック入ってるから。あとなんだ、なんかそういうのめちゃめちゃ入ってる。え、サブスクバカじゃん。サブスクバカなので、グレーがいつ入ってんだろ。グレーのそのアプリのサブスクも入ってるし、ファンクラブとかも入ってるし。え、月にそのサブスクいくらかかるんですよ。計算したことない。いや、でもさ、1個あたり1000円とかちょっとだから。1500円とかだろ、うん、いや、お前、だって見る暇ねえじゃん、そんなの。お前、グレー60回さ、見る暇ねえだろうよ。いやいや、え、Hulu もネットフリックスもAmazon プライムなんで見る暇あるわけねえだろ、お前。いやいやいや、そんなことない、めっちゃ見るよ。昨日もだから帰ってからご飯食べてる間とかずっと見てたし。1個でいいじゃん。いや、みんな違うんだもん。いや、だから、だったら今はこれだからこれ入ろう。え、それももちろんそうだし。え、だからやめれじゃん。だから多分もうしばらくこれはやめとこうかなとかもあるけど。いや、今やめろお前。一個違う。その時に見たいのがあるじゃん。あんじゃん、ほんと。なんかバラエティとかの番組はユーネク入ってるけど見られないとか、いっぱいあるし。ユーネクって今言えないのかな。TVer なんだろう。あと私テレビは NHK しか見ないのね、普段。ちゃんと NHK でもお金払ってるし、もちろんね。私で NHK のものをもう一回見たいと思ったら、あれってあんま YouTube とかに載らないから、はい、NHK は、はい、NHK オンデマンドにも入らなきゃいけない。 NHK オンデマンドも時々入ってる、見たいのがある時とかは。いや、もうバカじゃん、サブスクバカじゃん、あんちゃん。え、だってもうやばいよ。結局オタクグレーとサブスクか。いや、それだけで結構お金いるわ。ちょっと頑張るよ俺。頼むよ。せめて年間のサブスク代ぐらい。でもさ、昔だったら CD 買ってね、ビデオレンタルしてとかだったわけだから、それ考えたら全然、ね、今いい時代だなって思う。時代がいい悪いって話してねえんだよ。目がどうせ見れもしねえのに入りすぎじゃねえかって話をしてる。いや、すごい元取ってる、元取ってるから。見てる見てる。ただ本当にそれぞれさ、これ入んなきゃ見れないってあるから。ちょっと待って。カーンって来てるか。ほら、先読み。本当だ。なんかそっちばっかり先読み来るぞ。ここかな、次かな、次だ。おい、
はい来た、はい来た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 よ来たよ来たよ来たよ、さあ投資8000円、はいもう一丁、あーあー4段階うるせえのだよ、なんで4段階何が悪いんだよ、緑放流何が悪いんだよ、あるの、何、あーっつったじゃん、もう一丁あーっつったじゃん。はい6点、どうですか、まだ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 継続はない、軍もない、あおおおおお、でも行きましたよストーリー、どのくらいあっち、さあ頼むぜ、さっき外したからな、うん、さあ今回はお願いだ、おお来たよ来た、あびっくりした、待って待って、まず俺だから、まず俺だから、うん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 、さあ俺2回、じゃあまず俺当てるわ、頼む一緒にやりたい、あーボタン赤ボタン、お願い、あ、魚タク、こっちこっちこっち、よし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 、これ保留またいでる上に、うん、そのバトルのとこまでから始まるから、うん、な長いんだよ、うん、あ、そういうことか、うん、頼む頼む、あ、キモい、そういうの、そういうことする人、なんでキモい、すごいキモい、レイちゃんめでてんの、いや、すごい、すごいキモい、そういうの、それキモい、キモい、いや、そういうのキモい、キモい、いや、だって自分の、自分の、自分目でね、自分の、自分の目でるかほら、来た来た、これ、これ強いパターンです、ほんと、はい、あの、下じゃなくて上が来るのは、おー、かっこいい、はい、めったに来ないやつです、いや歯並びの話しない、歯並びの歯並びの話しない、いやお前強制してるからなそうじゃねえんだよ、いつかなれる、さあ来た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 、これは絶対に当てなきゃいけないやつです、本当、はい、いやお願い、はいレバー準備中、いけ、 OK やったー、惜しい、7500円、揃ってんのが4だから、さあこれできれば奇数に変えたい ねこの手前でね、アップしろ、消化基本9あたりから始まるんだよ、9、1あたりから、うん、それが違かったら絶対に変わるんだけど、あ、さあまだ動く、あー動かない、うん、まあゼロじゃないけどおそらくほぼほぼ通常っすね、時短で、時短で頑張らないと、OK、戻そう戻そう、山田と近いよな年齢、山田さんいくつ、30とか31とか、あ、じゃあ近い近い、同年、山田モームスの1位審査通ってっからな、本当ね、そうだよ、あの書類は、あいつはすごいヒゲを持ってたんだよ、何、写真写りを良くする、うん、さああんちゃんに問題です、山田さんはどんな秘技を使って一次審査を通したでしょうか、写りを良くするために何をしていたか、ガラケーです、ガラケー、すっごいライトあるとこで撮るとか、そういうこと、正解、うん、鼻の油をレンズに塗るってどういうこと、そうするとなんかすごいよく撮る、ぼやっとしてなんかすごい可愛く撮る、フォーカスがかかったみたいなそれでやつはモームスの一時審査通ったんだって、シンプルに汚ねえなでもそれでね、モームスになれるんだったらいくらでも撮れるよね、さすがに慣れないよね、男だからね性別的にはあ、ちょっとお金あんちゃん、あ、まあまあ、そう、そうかも、それは、待ってる、待ってる、待ってる、でも気配はあるだろ、うん、気配はあるよ、なんか、今日やれそうな気がするのよ、気がするって、やれるんだって、気がするじゃん、やれるの、お前、時短終わってんじゃねえかあ、落ちた、ちょ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 、
左打ちに戻して。でもその2万円が大きくなって戻ってくるからな。まあ2万円かどうかわからないけど、3万円か4万円どうしよう。2万円、2万円で。そんなちっちゃいこと言うなよ。久しにいくら使ってると思ってんだよ。魚卓にも使えよ。魚卓にも使えないんだけど。そんなに後ろ盾ないからさ。なんで後ろ盾って。いや自分の ATM。 大丈夫だよお前、実家行ってこいよ。実家行ったってないよ。え、実家は裕福なの？貧乏？わ、貧乏っぽいなお前、すげえ貧乏っぽいな。やめろよ。いや、ね、一般家庭、本当に一般家庭。兄弟いるの？弟いる。あ、会うの弟？うん、仲良し。仲良しって思ってんな、お姉ちゃんだけ。そんなことないもん。ね、なんか月のライブ一緒に行くとかめっちゃ連絡来て、俺チケット取っとくねってこの間も取ってくれて。そうだね、仲良し、すごい仲良し。この間どことこのライブ行ってバンティー買ったから、アンジャーの分も買ったから今度持ってくねとか。まあそれ手なんじゃ。なんでそんな巨大仲悪くする。まあ、悪い、施し首に姉に施しをくださって、それを本当に楽しんで一緒にライブに行ってるかなって話。ねそれはそんなことないね、できる弟の優しさかもしれない、ね、かもしれない、うん、当たんないの？そっち。なになに？そっち当たんないの？当たんないの？いやバカバカバカ、まだ始まったばっかだぜ、やめてくれよ。だってほらもう入ったよ、見てる、ホリュー言ってみるもんだな。いや言ってみるもんだなじゃない、俺の事情がそれあなたが言ったからじゃないよこれ。え、でもアンジュが言ってちゃー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 、やってあげなきゃと思ったんじゃないの。これ早ければ早いほど暑いよ。でもここに来たら当たりなんだよ、こういうテンパしたら。ここで来ることも珍しい。ここで来い。おお珍しい。本当に？いや本当に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 暑いよ。大体次まで行っちゃうから。これ本当に。調べてみたぶん。この後は何が来たらいいの？もうなんても当たるよこれ多分。嘘。赤赤。赤い。ほら。さあ AT フィールド全開。ほら、カンマン、はい、投資115、当たった。ありがとう。早い早い早い。ラッシュ、ラッシュ、ラッシュ、ラッシュ。で、一緒だよな、さっき4だったじゃん。そう。なんか9ぐらいから始まったじゃん。うん、始まった。これが違ったら。それが、そう。4個手前なんだよ。一緒。9ぐらいか。でも、これ、4がずれるから。ずれる？で、行くよ、行くよ、行くよ、うん、あ、4 全然行かないじゃん。通常でした、185回転、通常時短で止めてください。まあ、これ今日はダメかもな。諦めんの早い。いけた？まだ。おっ、おおえ、ちょっと待って、これ、え、時短中だよね。時短中これ暑いの。あ、行かねえんだ。ダメなのか。当たってよ。ダメだった。お願いだよ。ダメでした、すいません。ああ、格闘庫。びっくりした。当たり。本当？か、お前バカバカバカ。エヴァ代々の、お前格変あたり確定の格闘庫だよ。何抜けた？格、このステージ、これ格闘庫、これ当たりなんだよ、ほら。右で当たったよ。
3で止まって、ビタ止まりだバカ。ありがとう、素晴らしい。すげえ、久しぶりに見た。最高最高の旦那様です、ありがとうございます。だこの嫁、格納庫も知らねえのかバカ野郎めおありがとう。腹切りドライブみたいなもんだよ。やった、バルブレームに言うなら。あ、次回予告入れちゃう。いいよ。なに、なに、なに予告次回来たの。うん、おいおお、来たね、来たね。おー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 、次回予告入れちゃうって言うたら来た。さあ、ダブルで行きましょうよ。行きたい行きたい、あんちゃん一緒に来週したい。今まで、辛い思いしてきた、お前はな、ずっと。さあ、今日初めてぬくもりを感じることができます。これがぬくもりなんだ。感じる？くくー、くー、熱い。やった、これは、これはちょっと待っててね、行くからね、そこまでね。来た、来ちゃったね。やれてるな今日。これは絶対に外しちゃいけないです。ボタンだね。大丈夫。赤い。ありがとう。年が10,500円。早いよ早いよ。ただ6なんだよね。まあね。いやでも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 。でもでもじゃねえ。だこれが行ったよな。どっからよく1,2ぐらいが始まるよ普通はな。あ、ずれたってことは、ずれてるね、ずれたってことは、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 ここで、そういうことね。やったー、最高じゃん。二人でやろうね。何言ってんだよ。二人で行こうね。二人で行こうねってなんだよ。セックスしてるわけじゃねえんだよおめえ。いやもう同じようなもんだろこんな。2人でさ、お金一緒に増やしてんだから、もうこんなんほとんどセックスなんだよ。一緒にさ、お金こさえてんだから、お金こさえんのも、手離せばか、似合うんだよ、手離せばか。いいじゃん親父打ちしても。何でやればいい。いやもう動かせんね、今のところでやんなきゃ帰らんねえんだよ。そっかそっか。じゃあおすすめのカスタムにしてよ。何にした、次回予告入れようか、やろうか。じゃあ次回予告だけオンにする。トイレっていい、よし。トイレ、いいよ、いや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 、待って、いいよ、いや、いいよ、待ってた。じゃあ俺がトイレ行ってる間に一発当てて、ね、分かった。じゃあちょっと先に先行しときますから。あ、でも次回予告やってるときって次回予告ないとやっぱ微妙なんかな。あー、よかった。やっぱパチンコ何も分かんないくらいがいいんだって。たまに打つとパチンコ楽しいなー。あー、失礼しました。来たよ来たよ。おーしお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 し、よかった。意外と引っ張られたな、101回転。そうそうそう、あともう100回終わっちゃったってなったら、やったー。これ何、あれじゃない、あなた、これあれ保留連じゃない。おめえ何も知らねえな。いや本当わかんないんだって、パチンコ自体はほとんど当たないし。何してんだよ、こっちだよ、こっちで。え、カオルくんがいいの。
別に好きなんですけど、お前たぶんこう当たると思う。そうそう、あ、ほんとだ、そういうこと。あ、あれめったに見えないですよ、さっき。いや、なんなんだろうって思ってるんですよ。そうなんだ、嬉しい、やったやるね、やったなんか嬉しい。あのね、汗のもこも CM も何回か打ったことあるけど、エステ全然入んないし、全部駆け抜けちゃってたから。やったじゃあ俺負けねえ。お願い、ちょっと本当に2連でいい。やだやだやだ、あのねちゃんといっぱい出して、本当に。まあ、じゃあ私が終わってからやろうか。俺、一緒にやってよ。いや、終わってはでも俺いるぜ。こっからはお願いねって方がいいか、うんうん、お願いお願いじゃないんだよ、それ違うだろ、違う、打席だろ、出す、そう、引くんだよ、引くんだよ、引く、ほら、お願いじゃないんだよ、引く、頼むとかお願いって違うんだよ、違う、自分で引くんだよ、お前、己の拳で、そうだよ、ほら、うん、よし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 、よし、エヴァ楽しいじゃん。楽しくなかった今まで。いや、あんまり面白くないエヴァばっか打ってきちゃった。いや、面白いよ、面白い、やった、楽しい、さあ行こうぜ、まだ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 、三角形がちょっと熱い、お、クイーンって来たー、ドタク、何、ありがとう、楽しい、初めてだろこんな、うん、なあ、うん、こっからだから、当たる、 SE の面白いのこっからだから、当たる、全然余裕だよな、当たる、あ、受けた、で、終わりました、うん、で、ああ何連、何連、5連かな、うん、今何発、今、5717だよね、でも、はい、でもいるよね、まだあるよね、嬉しいだろ、これいいな、でこっからめちゃめちゃ出してくれるんだもんね、当たり前じゃねえか、はい、緑風入りました、お、大丈夫です、あります、大丈夫です、これ大丈夫です、緑なんでテンパは絶対します、こい、完璧、消耗器強いから大丈夫、いやいや、すごい不安げに見てる、足していいの、いやいや、香りだけ見てない、渚だけ、渚だけ、渚だけ見てくる、あ、で、外れるじゃん、外れるじゃん、外れるじゃん、ちょ、よく見てな、保留動かないから、うん、動かないから、うん、よく見とけ、よく見とけ、保留が動かないから、うん、あ、動いたね、いや、なんか言ったこと全部今おかしいな、ね、いや今絶対当たりやすかったんだけど、きちぃきちぃ319しか引けてねえ、きちぃのこっちだわ、朝は結構 6.5 にバーってお客さん集まってるな、そうだね、カバネリ別見は延々と、あれ奥なんだ、 RE2 か、バイオ、あ、カラクリなんか悪くなさそうだぞ、あら、乙女か、乙女が2台並んで2000枚出てる、2000枚、でもパチンコだったらこれ背中の方がいいんじゃねえかって言ってた、なんか朝も言ってたね、俺だったらこっち、俺のお金だったらこっち打つもん、なん
でじゃあこっちにしたの、ゲタくんに決めさせたじゃんだい出てんじゃん、勝ってんじゃん。まあね、いやでもビビたるものよさっき見入りました。え、音全然今回りました。ここじゃないね。はい、じゃあ興味入ってます、入ってます、はい、入ってます、入ってます。あんちゃん入ってるよ、入ってるよ、入ってる。飲まれて1000円出しました。どうし、125のとこ、ここじゃない、ここじゃない、ここ 89W 来た。次回予告は来てないけど先読み入ってます。先読みは、はい、チャンスになってます。どの展開になればよろしい。あのね、今のままだと微妙だよね、これ。いや微妙とかじゃなくてクソ弱い、うん、クソ弱いです。強盗みたいにしなきゃダメでしょ、これ。それは後半発展の時に、うん、後半発展はすると思います。しないってことは、先読みあってしないってことは、これきた。おー、はい、むしろ熱い、むしろきた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 、はいはい、人事保管きたきたきたよ、これきたよ。緑超えたいね、緑超えたい、緑超えたい、ミドル超えればある。あー、いきなり赤、いきなり赤、こんなんないよ、ないよ、ないよ、いきなり赤とか。期待していいね、期待していいね。そう、青、緑って経由するんだから、ね、いきなり赤で、いきなり赤で、はい、いくよ、うん、よし、あとは奇数に。いや、あとはキスインじゃないんだよ、まずは喜べよ、喜べよ、4回目だろ、3、1、9、5年あるの、おこガキ、喜べ、てめえガキ、俺を久しだ、久しだと思うよ、まあ、久しだと思って喜ぶだろ、8回も喜ぶだろうよ、喜べ、喜べよ、すごい、すごい、よし、それはもうあんちゃんダメだね、行くよ、じゃあ、あんちゃんのために、はい、あんちゃんのために、はい、これはまあ始まるよ、でもこれでも全然ずれるからね、ずれるからね、ずれるからね、で、こっから、こっからピッとゼッカ、ピッと、ピッとゼッカ、ピッと、ピッと、ずれない。ないじゃん。でも、時短やれるもんね。あー、どうかな。やれるっていいよ。はい、先読み入りました。はい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 。先読み入ったよ。ねえ、入ったよ。あなたの恨み。ねえ、あ、あ、当たりよ、当たりよ、当たりよ、なんだあれ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 、すごい、すごい、すごい、マジで、マジで、ねえ、なんだあれ、なんだ、なんだ、なんだの理由、なんだの理由は、あ、え、オタク、え、大丈夫か、さすがに、あ、来たね、希望したぶそう、来たね、行け。よし、ちょっと不安だった。よし、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 よ